紀元前6世紀の諸民族とタウロイ人の位置。タウロイは古代ギリシア時代にクリミア半島南部に住んでいたスキタイ系民族。クリミア半島の古名であるタウリカ、タウリス、タブリダはこの民族名に由来する。アケメネス朝のダレイオス一世はボスポラス海峡を渡ってトラキア人を征服すると続いて北のスキタイを征服するべくイストロス川を渡った。 これを聞いたスキタイは、周辺の諸民族を集合して、ダレエオスに当たるべきだと考え、周辺所属に使者を送ったが、すでにタウロイ、アガテュルソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの所属の王は会合し、対策を練っていた。スキタイの使者は、所属が一致団結して、ペルシアに当たるため、スキタイに協力してほしいと要請した。 しかし、諸族の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロのォ王、ブディのォ王、サウロマタイオーのみであり、タウロイラその他の諸族は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。古代イギリシャの歴史家ヘロドトスは、ヒストリアイにおいて、次のように記している。また、紀元前一世紀の古代ローマの歴史家ストラボンは、チリ氏において、次のように記している。 タウロイの居住地は、現在のクリミア半島南部にあたり、北の王族、スキタイの領土と隣接していた。また、彼らの暮らす、山岳地帯には、トラペズス山という山がある。現在のドナウ川。エウリピデスの悲劇、タウロイ人の国のイピゲネエアによって知られるように、キリシアの伝承では、女神はアルテミスで、イピゲネエアはそれに奉仕する巫女である。しかし、根本的には、 アルテミスとイビゲネーアとは同一であったのかもしれない。スキタイ人は王族スキタイ、遊牧スキタイ、農耕スキタイ、農民スキタイなどに分かれており、そのうち王族スキタイは最も勇敢で人口が多く、他のスキタイ人を霊属させていた。ありがとうございます。